まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。6番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい。これやっぱ、進行論の違いとかね、スタイルの違い、これいろいろあると思う。うん。でも、そこが、確実にこう思考が違うから、進行論が違うからといって、人外ではないと思う。うん。でも、そんなことを言ってたから、色落ちないんですよね。だから、進行論は俺がこうだと思う。僕はこれが正しいと思う。俺はもうガンガン言ってっていいと思う。うん。で、そこが両村だった時に、そこの他の狼が、なんか不自然な考察を残したり、うん、戦い合わせようとしたり、うん、するのが出てくるから。まあ、変に、この村は、ドンだからとか、そんなね、発言別にしなくていいと思います。以上。7番。のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。まあ、6番の言ってることわかるし。俺はね、基本的に役出した方が強いと思ってんですよ。俺はね、まあ、相反する人もいるとは思うけど、俺は急に村においてあんまり潜伏の必要がないと思ってるから、まあ、6番の進行はわかるし、俺はね、これで潜伏を推奨する人とか人外で見ないんだけど、まあ、そういう人たちって結構人外で見てくるから、ちょっとめんどくさいなと思ってますって感じだから、まあ6番の言うことは同意した上で、俺は役職は基本的に出た方が強いと思うって進行を提示します。はいって感じかな。はい、まあそんな感じ。霊の占いのみね。霊の占いのみ、まあこれだけね。はい、霊能と占いだけ出てください。はい、以上。8番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。まあそうですね、なんかあんまり、まあ、要素が落ちる発言は取れてないと思ってます。6番と7番から。まあ、僕も占いと霊能は出てきた方がスッキリして精査がしやすいので、そっちの方がいいです。なんだろうな。僕はね、結構白弾きで精査する人よりも、黒い血打ってくれた方を僕は白く見ますね。ズバッと。うん、はい、だから2週目で僕も黒い血あげれるように頑張ります。9番さんどうぞ。9番のプレイヤーは発言してください。おはようございます、村人陣営です。私は7番さんと逆なんですよね。2週目に出たから、芯は切らないと違って、1週目に出たからといって芯を切らない。だから7番さんを、はい、釣り位置に困ったら釣ろうと思ってます。そしてさらに困ったら8番さんに移動しようと思ってます。8番さんは7番と同じ自意識なんですよね。ね、これこんなことでいざこざ起こしてる場合じゃないんですけど、プロ要素っていうのはね、しっかりとした発言から拾っていくしかないんですよ。この場合8番さんはジャブ打ち怠ってて、普通なら8番さんっていう思考なんですけど、私はそれよりも7番さんの方が怪しく打ってます。それは真っ先に日占い、日霊能を使したことです。では1番さんどうぞ。1番のプレイヤーは発言してください。ね、自分7番さん8番さんどっちかに一郎がいると思ってます。まずなんでかっていうと、人狼って占い師じゃないって言った時にメリットがすごくあって、そこなんでメリットあるか説明すると、狂人が占いに出るときどこに白を打つか。まず7番、8番みたいなとこに白を打ちます。その理由って、狂人が新占い師に白を打って2週目ドンで出たら、初日ご主人釣られちゃうから。ってなると、占い師じゃないってとこに白を打っとけば安牌。そこを逆手に取れば人狼って占い師じゃないって言っとけばいいから、7番と8番って占い師じゃないって言って狂人から白をもらいたい可能性ってめちゃくちゃ高いんで、この2人のどっちかに人狼はいると思ってます。2番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。まあ、今7番は9番のことめんどくせえなーって思ってんだろうなーって思ってます。まあこれがなんか6番の言ってた、まあ、進行でうんちゃらかんちゃらっていうやつの話になっちゃうんだろうなとは思ってますかね。
別になんかそ7番の考え方も9番の考え方も別に2番はどっちだっていいと思ってるタイプなんですよ。まあ、でもあえて言うんだったら、まあ困ったら7番釣るっていう思考が、まああんまり狼っぽくないかなとは若干思ったぐらいですかね。まあ7番は9番のことすげえめんどくせえなって思ってるんだろうけど。はい。だから7番潰られたらかわいそうだなって思ってるぐらいです。はい、6番と相反する進行になっちゃってるなと思ってます。3番のプレイヤーは発言してください。まあ、ちょっと透かすようで申し訳ないけど、2番占いじゃなかったら人外かなって思うかな。で、2番占い CO 出た場合は、9か1どっちかに入れようかなって思うかな。進行論の違いで7は別に怪しくはならんから。7に関してはね、なんか裏考察すると村っぽい要素を拾ってんだけど、普通に精査したら7番と6番の精査ってあまり合ってないから、7番は6番に対してまあいいなと思ったって言ったけど、6番は進行論の違いで殴ってもいいと思うし、そこから人外位置を見つけていけるっていう思考だから、7番に関しては普通に出た方がいいんじゃないかって思ってるタイプだから、そこのなんか殴り合いが発生することは特に望んでないと思うから、普通に考察したらまあ7は変だと思うけど、ただそれって進行論の違いで殴るべきじゃないから9、1の方が変。4番のプレイヤーは発言してください。はい、占い師で5番三四郎です。まあ、今回黒が出てこなかったんで比較的精査が難しい村になるんだろうなって思っています。結構7番さんに標的が向かってるなって思っています。結構初手位置2番手の位置ってあんまり触れられること少ないと思うんだけど、多分7番8番あたりからまあ普通に1周目出てきて、まあ盤面を整理してほしいって言ってる願いを多分狼陣営がなんかねじ曲げに来たのか、それともそうした上で占い近くさせた上で安牌のとこ釣っていく、もしくは身内切りをしてんのかなって思ったかな。だから2周目の7番さんの話は結構聞こうかなって思ってます。5番、いやどこ釣りたいのか言わないね。まあ釣りたいのは8番時点で2番さん、8番のなんか引っかかったところは、まあ、白はじきする人より黒いちょズバっていう人を白く見ますねって言ったけど、いや黒い血を言う、その理由がしっくりくるかどうか、抜けてるからね、発言。ただただ黒い血、ズバッと。まあ、簡単に言ったら、なんか、急釣りたいって言った人が白く見るっていうか、その内容やと思うから、なんか適当に言ってんなって思いました。人外あるかなと思ってます、8。2に関してはその7、9の、それ6言ってることでしょうって。まあ、それ7、9が村やったら、だけど、それがなんか、分かってるかのような感じだったから、なんか、色付けしてんかなってちょっと思ったですね。6番のプレイヤーは発言してください。一応50秒にしますかね。うん、3、2、1。あ、3番陣がやったね。4、6番。俺ね、7と1は若干ついたくなくて、まあ、7番の言ってるのは、ちょっと待ってね、コインないんだよね。なんか 2番は7番が、なんて言うんだろう。めんどくせえだろうな、一番話聞いてっていうのは、7番が村だったらっていう発言が抜けてたんだよね。最後の方で7番が村だったらっていう発言が出てきたと思うんだよね。だから2番が7番の白助けしてる可能性があったのと思ってる。で、1番は、釣り位置を2つ上げれてから、まあ、これは安直な精査なんだけどね。かな。で、9番はちょっと視点が合わなかった。俺7より8の方が9番の思考だと出てくるんじゃないかなと思って、7に続いて8って、まあ、飛躍、占い師も霊媒師もないこと透かしてるから。まあ、5番はもう潜伏する理由あったよね。まあ、4番が前半で潜伏してるんだろうなと思って、5番絞って指名を勝ち取りに来た陣が全然あるかなと思ってるから。まあ、3番詰めてください。かな。
じゃないのかな。まあ、3、4が人外かなと思ってる。うん。まあ、3番確定人外なんだけど、4号だったら4番の方がニスだと思ってる。以上。7番のプレイヤーは発言してください。空行くかな。なんか、今これはちょっと感覚込みなんですけど、なんか6が0番の時に、まあ、5番の2周目まだ聞けてないわけじゃん。6時点って3つって3が白結果だった時に、4番が偽は確定するわけだから、なんかあんま霊能っぽくない考察だなと思って、俺もね、4番の、まあ、5番の発言聞いてないにしろ、4番がその5番にしろってとかじゃなくて、4番って7、6から発言スタートした中で、なんか他に議論が進んでなかった、なんか7番のみにしかほぼ触れてない、なんか7番に議論終点合ってるよねって言ってるけど、そこからの伸びがあんまないんだよね。9番と1番に対して、ね、指摘が不当って言ってる3番とか、まあ2番とか。だから2番で気になったのは、なんか9番がめんどくさいと思ってるんだろうなっていうのって、なんか1はどこ行ったんかなと思って、なんか1番と9番って、結論7番が役職を出そうとしていることを人外要素取ってるのは結論一緒だから、なんか2番が7番、9番をめんどくさいと思ってるんだろうなじゃなくて、9、1どっちもっていう思考があんま出ないのが、なんか2番ってなんで1番だけ覗いてるんだろうなってちょっと思った節があったのと、9番について引っかかったのがね、9番って7、釣り地に困った7番ってめちゃくちゃ普通だと思うのね、9番の思考だったら。全然いいと思ってて。俺も釣り地に困ったら9番レベルだったんだけど、ただなんかさらに困ったら8っていう、そのさらに困ったら8って何なんと思った俺は。さらに困ることってあんのかなと思って。7番が役職だったら8番とかね。7番が白もらってたら8番とか。ちょっとわかんないけど、さらに困ったら8番っていう言葉の付け方がよくわからんかったのが9番って意味でしょ、僕の中で。って感じかな。まあ、普通に発言上で引っかかってるのは9番と2番です。で、進行が合わないのは、まあ、9番も含めたけど1番って感じ。8番についてはまだ僕予想入れてないと思ってて、まあ、5番の2締め引かないけど4番がちょっと違和感感じて、6番があんま霊能っぽくない精査してるなって感じました。って感じですかね。はい、以上。8番のプレイヤーは発言してください。多分1番さんと7番さん、村ですね。1番さんの、その、なんだろう、強靭精査で、あの位置で7、8の黒っていう理由もしっかりしてて、7、8、釣り位置っていうのは、まあ、僕は狼じゃなくて違うけど、考察自体はいいものだと思ったんで、1番さん白だと思ってて、まあ7番さんの2周目もいいと思ってますね。6番さん視点で、多分3番さんって多分強靭に見えるんだわ。3番さんの、3番さんが狼行動だった場合って、ヘイトが7、8、特に7番さん集まってるところに3番さんって7番、8番を保護していて、ヘイトを9、1に持ってってるから、6番下に3番強靭って見えた瞬間に、多分、結構なんだろう4号の際ってつくと思うんだわ。なんか6番が霊能持ってないなと思ってるし、7番も突っ込めてるから、なんか7番さんの評価っていいなと思ってて、2番の9番のその白要素の取り方が俺はいまいち分かんないから黒いなと思ってて、3番さんそこ突っ込めてるから3番さんいいなと思ってたし、だから霊能は3が真、6が偽、まあ占い分かんないけど、1番は白、7番は白、2か9にどっかに、2か9じゃない黒1は、うん、かな。結構スケールがいいかなと思ってるかな。2番の9番の評価ね、9番が7評価したからいいんじゃないっていうのは正直黒いなと思ってる。うん、6からいきます。9番のプレイヤーは発言してください。うん、3進6偽ですか。じゃあ、あの、6番さんの色までちょっと8番さん推理した方が良かったんじゃないですか。4個が分からない、イコール6の色も分からない。ただ、6番さんが消えているだけでは、8番さんの論は立ってないと思いますよ、うん。で、やっぱり2番さんですよね。あの、はい。引っかかってしまいますよ。え、7が無なら急にストレス感じてるだろうな。言い方がちょっと違いますよね。普通なら7が無なら9に黒塗りされてるんじゃないかっていう発言にならないと2番3視点では整合性が取れないので、ちょっと浮き位置になってしまってますね。けど霊能師なら私は3番3の方から行こうかと思っております。ああ、あれですよ、6番3って別にトップバッターだから、霊能で出なくてもいいんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、強靭ならトップバッターで仕事するために霊能で出るんかな。わかんねえ。
そこまで整理いかない。これ、下手したら3、4、オオカミってあるんじゃないですか。9、1に3、1持ってきてるんですよね、3番さん。まあ、暫定的にですけど。で、4番さんは、まあ、潜伏、前半1に占い師がいるんじゃないかと思ってのご白打ち。失敗したオオカミ像に私は映っておりますが。ご神、うん。まあ、6番さんが3番さんの色を見れば、一番丸いんじゃないかなと思ってます。オオカミで、一応、2番さんかな、一番浮き位置。で、時点で8番さんになりますね。うん、1番のプレイヤーは発言してください。7番さんと8番さんって、鈍進行弱いって言ってるんだけど、この盤面見たら多分分かると思う。5番手もオオカミないんだよね。5番手マックス強靭で、5番が強靭で6に白打つ。打たないよね。5番が強靭の時絶対7、8にこの辺りに白打つから、5番が死んでしかない。で、霊能も3番が占いないの透かすメリットがない。3番も。で、2番占いじゃなかったらとか言ってるっていうのはやっぱ3番にせ。で、やっぱ4がロー。現状4ロー。三強、四の相方が二か七か八。ここにいると思う。で、今日四つろ。四つって明日霊能結果同時に出そう。でも、占い審議見れるじゃん。誰が四番さんに入れるかっていうのを四に背で追ってる軸ってわかるから、二番さん多分ほぼ釣られると思うから、二番さん行きたいんなら四行こう。あ、二番さんじゃない、三番さん。3番さんが4いけないならもう3つって6決め打ちしたいけどね。もう俺は5死んでしか見れんけどね。白の打ち方とか考察とか。4番さんって釣り位置いってないじゃん、全然。だから4がロの時に7と8に狼がいるんだったら多分4と1徹底的に釣りをしてくると思うから、2、4ロの3強とかじゃないかなと思うけどね。二番さんってヘイト管理してたよね。なんか7と9殴り合いさしといて、この二人争わして、一番って7、8叩いてるから、一番にもヘイトを向けず、2、4ロール3強に見えるけど、俺は。今日は4番さん行こう。3番さん、4番さん行けるかちょっと聞きたい。2番のプレイヤーは発言してください。はい、グレーの陣が一は8番しかいないと思ってます。だって6番が2周目に対して1番と7番釣りたくないとかっていうような、まあ釣りたくないというか、あんまり陣が目を追ってない思考に走ってて、8番も同じスケール出してるでしょ。なんで3番と6番の審議で6番が2000になるのってすげえ思うんですけど。だからグレーの陣が一は8番でしかないと思ってます。7番の2周目とか、まあ9は結構ムラだと思ったし、まあ、7番視点のアンサーに答えるんだったら、9番が7番に対してその思考を走って、1番はその、透かすメリットに対して話してないから、正直1番が7番に対して黒塗りしてるのかはちょっと微妙だったっていうのが僕の視点です。で、1番がこの進行するんだったら別に僕も4番5番で、この盤面だったら別に5進かなって思っちゃうから4番に行けます、2番は。ただ僕はグレーの陣が1は8番でしかないと思ってるから、あんまり疑ってないです。7番と9番と1番を。って思ってます。8番で圧倒的におかしいのは、6番が1番、2番、7番に対して、8番と同じスケール上げてるのに、6番が2セって言ったことですかね。はい、って感じだと思ってます。うん。まあいいんじゃないですか。3番、4番つって3番と6番で同時に結果張るのでも。って思ってますけど。1番さんからも2、4って呼ばれるんだったら僕は喜んで4番入れますよ、はい、3番のプレイヤーは発言してください。4番つってもいいんだけど俺は色落とせるから。ただ4が真だった場合って5番強陣6番狼まで確定してるから確実にパンダになるんだよね。4が真の時って6って4に黒打ち得だから、あ、それで霊媒精査がちゃんとできるんだったらどうぞ4つってくださいっていう感じですけど、できんのって思ってんだけど4の真剣になんないからね。4番が5番に白を持ってる状況下で4番視点で5番強陣6番狼まで確定してるんですよね。だからそれで精査できるんだったら俺は4に投票しますよ。村が精査できるんだったらね。で俺は霊媒を持っていたから
こそ2番に関してはもう占い師をする人物に見えたのね。なぜならば、7番が村だったら9番に対してなんか変なんか嫌な感じを受けてるんだろうなみたいな、ちょっと原文忘れましたけどっていう精査をして、1番に全く触れなかったのが俺2番なんで1に触れない全く触れないんだろうって思ってたから、だから1城を持ってる占い師ぐらいしかないかなって思ったんだよね。7が村だったらっていう村ケアをした上で9に対して不快なんだろうなってことは、2番視点って1番7番が言った通りなんだよね。だから2番のおかしい要素っていうのは、ただね どうなんだろうな、4番、うん、5番が死んで4番が黒の場合は6番狂人、うん、いやないねないね、6番狂人、6番狂人白打ってくるよね、うん、4祭りやってみる。俺もねどっちかっていうと5神かなって思うから、だから6狂人が白出してきて結果黒だった場合っていうのは勝ち筋結構あると思うんだよね。4番のプレイヤーは発言してください。まあ 50% で出てるので多分3番さんが狼かなって思ってます。はい、じゃあ自分釣り飲んでください。じゃあ全員自分釣りね、俺釣りね、よろしくお願いします。でその次3釣ってその次1番釣ってください。それで勝てると思ってます、3縄で。はい、5番のプレイヤーは発言してください。まあ4釣りで絶対護衛してください、うん、でグレーはもう絶対8がおかしいから、8がその思考会議やったら自分で目指さない、なんであんな逆のこと言ったの、全部白1から言って急にどっちか黒ズバッと言えへん、そんなら8占わんでよかったわって感じですかね。じゃあ4釣って護衛してくださいね。8カッター出てきて占いをするとこやったから、まあ3も6も4いけるでしょ。グレーやったら圧倒的8やったけどね。じゃあ普通に隠れてんが応援してくださいよ。8番4釣り投票を始めてください。ありえんオラじゃないべ。さあどうなるんだろう。5番が一発で来るって言ったら勝てる。選ばれました。8番は6か。8番 6?4 番のプレイヤーは発言してください。8番さん、カリナイスです。次3釣って次1詰めてください。5番さん釣らなくていいです。狂人なので。で、結構僕の段階で盤面圧迫した時に、やっぱり狼が出る行動って3番さんしかないかな。エンドポジ釣られないように出るって思ってます。あと、じゃあもう一つ5番さんの狂人要素いますね。チャット欄見てください、皆さん。今、チャット欄を見てください。上のボタンを押してください。ネムネムさんが霊能 CO で確定したときに6番さんが、6番さんじゃない、5番さんが6しろって打ちました。強靭行動ですね。はい、グレーに打ってしまうと、グレーの村人に打ってしまうと狼一世圧迫してしまうので、平和村盤面だった場合ね。でそれを嫌ってハイの、ハノジエンドさん、ハノジエンドさんが出てきた狼だと考察しております。だから5番さん釣らなくていいです。俺釣って3番さん、多分1番さんだと思ってます。夜が来ました。目を閉じてください。7か2だね。一発で黒当てれるかな。まあ6まで縄使わなきゃ。七白結果、二三引きで勝ちか。一発で黒当てれるかな。Thank you.
朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。朝一発で食らったか。3番のプレイヤーは発言してください。後ろか。あ、黒出すんだ。オッケー。にしろいいね。にしろか。9かな。って思うけど、2か9かなって思ったんだよな、昨日2周目については。7番は言ってること正しいんだよね。2番が、9番に関しては7番視点で不快になるのに、1番にノータッチだったのおかしいっていうのを7番言った通りで、俺も同じ要素拾ってて、2番がノータッチだったから1番に対してね。だから一白を持ってる占いしか視点おかしい、それの方じゃなかったら視点おかしいなと思ったから7番正しくて、で9の8殴りは2周目は不当だったと思うんだよね。2番の8殴りよりも9の8殴りの方が変だったの、2周目の感覚としては。2番は1周目がおかしかったんだけど、まあ2番隠しろね、4も隠黒だからって思ってるのね。ただ9番じゃなかった、まあ9一式切れば多分勝ちかなとは思うんだけど、基本的にはね、1番が4番をむちゃくちゃ釣り押す構図って、村で4番の偽を決め打ちたいっていう構図とも取れるけど、村だった場合っていうのは4が真の場合っていうのはパンダになるから、で6かつ6番狼だから、その場合っていうのはパンダになったら結構真の俺の HP が下がる構図になるから、だから41で狼でライン切って4番釣りをして白1に入ろうとしてる可能性はあるかなって、盤面っていうかこの構図的にはね、4番ロード落ちてる構図的にはって思ってる。あと6番って3番4番人外だと思うとかって2周目言ってたけど、出現拾ってくれないんだね。5番のプレイヤーは発言してください。まあ自分真確定したんで、まあ、6番さんはあってもマックス強なんで、まあ霊能が真強やったら7、9、1にあとラスだから、グレー詰めて終わらんかったら6じゃなくて3釣りとかかな。3、4でやってんかわからんけど、各黒にした意味がわからんね、人外の方は。どうやろうね、7、9、1グレー詰めた方が強いんかな。あ、まあ、俺はつい噛まれるんで7、9、1の発言聞くっすけどね。なんか7、9、そうなんや。6番のプレイヤーは発言してください。はい、俺は3は確定人外だけど、あの3、4があの人外だと思っていましたね。うん、4番が偽だと思っていました。はい、あの4、1なんてあるわけないでしょ。うん、一番潜伏死んじゃうよ。うん、潜伏が強いと思って、まあ、死んじゃったは言えついけど、潜伏が強いと思ってる進行を確実に唱えてて、で4番が普通に出てきて、あの4、1の連って絶対ないから、うん、発言で3番の偽って終えると思うから、まあ、3番強靭だとしたら、あの4、1はないから7、9詰めで終わるかなと思ってる。7、9詰めで終わらなかった時3なんだけど、まあ、2番の強靭さえケアできればいいかなと思ってるかな。楽勝かと思うけど、うん、もうあの俺を詰める進行はなくなったわけだから、うん、はい、2番がスムラだったら勝ち確定だと思います。7、9、3、うん、今日は7、9乗らんでいいと思ってます。4、1って絶対ないから、ありえないから、うん、かな。はい、まあ以上ですね。まあ7番があの村主張するんだったら9番し、うん、9番が村主張するなら7番。俺は4チルは正直見えないね。はい、まあ以上かな。うん、まあ以上です。7番のプレイヤーは発言してください。大使真には見えないけど、まあただ黒の打ち方的にね、ワンチャン 3,4 は泣きにしもなんですよね。っていうのも
これ4が狼は確定してて、3と6に狂人がいた場合って4番の狼が見えてる中で4に黒出してるんだよね。4が進化もっていう懸念は1個もなくて、4が絶対に人狼だって見えてる中で3番と6番4に黒を打ってるって考えたら、まあ、狂人で4番の進化地の底まで落ちてるから、まあ、黒を打って信用取るしかないっていう可能性が1個と、3番と4番の狼の時って5番が絶対3番を占うことはなくて、ただ4を角黒にした段階で今日グレーを詰める、では2番を占ってるから5番さんは7番か9番か1番を釣って3番視点で明日村釣りをすれば強靭と PP ができるっていう戦略は取れるんだよね。でも3番の方が発言は新っぽいと思うんだよな俺。なんか6の視点4、1指定する要素が薄すぎて、そもそも1番って4番に釣りとかけてるから1番4番でやってたら結構ゴリゴリするかなと思うけど、別に4番が数思考で1番が数思考っていうのは夜会話の時点で決まってて、ラインを切りましょうって発言をした時って別になりえない、可能性ゼロじゃないと思ってるから、6番巨人1番人狼を持ってる6番の巨人像あるかなと思うけど、ただ9番の方が濃いとは思うのね。9番の方が濃いとは思うんだよね。9番が2周目7番してノータッチであることと、まあ、結局向け先が8番2番っていうなんか向きやすそうなところに向けてるから、人狼像グレーにあるとしたら9番っぽいなとは思ってるんだけど俺は。ただ3番と4番の懸念をするかどうかなんだよなこれ。まあ、8番にはランタカ上げてほしいと思ってるんだけど、まあ、俺目線今日9行ってもいいかなとは思ってる今んとこね。ただ8番が3-4ランタク3-4というか3-4の狼まで追うんだったら3番釣った方がいいなと思う。俺今日仮に9番釣った後は多分3番も釣らないと思うから。はい、8番のプレイヤーは発言してください。そうですね、いや普通に1と7は結構俺も白いと思うんだよな。でも4黒見えて4釣り入った時って1番さんのその4釣り誘導で4釣れて、でも黒黒ってなる可能性は100じゃないからね。パンダ、大体パンダになるけどな。だから3、4、俺は結構追っちゃうんだけど、普通に。7視点では3強釣れいかなかったら、3球なんでいいんじゃないの今日。あ、3番走らすんだ。じゃあ3釣りますか。どっちにしろ俺17に黒要素持ってないから9いっちゃいそうだけどね。3釣った後いいんじゃないのそれで。3番が柱って言ってんで。まあ一応3球で上げときます。まあ3でいいか。9番のプレイヤーは発言してください。8番さん17に黒要素持ってないって、2番さんが白だった時点で結構7番さんって黒位置になりませんか。困った時は7番さんだったんですよ私の1周目ね。で2周目は7番さん2番さんに向けた精査が良かったのでノータッチだったんですけど、考えてみてください。4番さんが黒ですよ。はい、相方をまず怪しむ視点を1周目で落としてるはずなんですよ。そうなってきた時7番さんでしょ。で1番さんは4番さんを釣りをして、そこからあと4番さんは1番さんまで釣り切ってください。3、1、釣り切りで投票行動が2番さん。はい、ここね、どう考えても7番さんに4番さんからつながりませんか。で3番さん狼っていう可能性も十分にあるんですけど、あのどっちみち多分3番さん釣られたら私まで伸ばすんですよ8番さんが。今日は97のランでお願いしたいですよ。3番さんちゃんと7番さんいけますよね。7番さんって4番さんからもう死んねえよ要注意っていう風に言われてるんですよ普通なら。しない発言かと考えてるんですけどね。
どうしようかな。3行く ?2 番さんの判断に任せますわ。3行くか。97のランかけるか。はい。1番のプレイヤーは、まあ一旦3番さん以降、俺も3番さんのシーン追ってないからさ、まず78が占いないのスカス行為がムラリないってあんだけ自分が1周目に言ってて、3番さんも占いないのスカス行為が俺ムラリがないから、で2番が占いじゃなかったら怪しい、釣り1、9、1っていうのも絶対おかしいから、だから絶対3のシーンないから、でここに3、4ロールも俺あると思うよ、あの黒結果出してるから、だから俺3つっていいと思う。3で終わらなかったら俺は7に行く。あの7番さんが2周目に6釣ろうとしてるとこから、6釣って5を噛もうとしてる可能性十分ある。6釣って5を噛んだ時、心霊釣って心占い師噛んだらめちゃくちゃきついから、だから6釣り持ってってる7が黒いから、めちゃくちゃだからもう3行って終わらなかった俺7しか行かないし、9番さんの初日7釣り押しがもうめっちゃ俺は心象がいいんよね。あのムラリない発言してる7、これ人狼でなんか狂人から白もらいたいから占いないの透かしてるように見えたから、9番さんがその7叩き心象がいいから、もう今日は3行って、でも6番さんが死んでしかない理由は、6番さんが狂人だった時に絶対とりあえず3釣りましょうって言って、次の日もらってたら、勝ちやろ?それしてない時点で、グレーから行こうとしてる時点で、6が死んでしかないから。まあ、とりあえず今日3番さん釣りましょう。終わらなかったら俺絶対明日7行くから。2番のプレイヤーは発言してください。僕視点の話をしますね。僕は9番の狼が一番ないと思ってるんですよ。9番の狼が、7番に対して困ったら釣るって、時点で8番釣るって言った釣り誘導の仕方って、僕は9番狼が一番遠いと思ってるんですよ。で、僕は3番狼だった時に、2番占いだったら釣りますねって、あの書き方、圧の書き方って、3、4にはごめん、ぶっちゃけ見えない。ぶっちゃけ見えない。だから、正直な話、1番か7番の欄にしたいんですよ、僕は。8番は1番と7番に来る要素ないって言ってるけど。そもそも4番と5番の心理って、もう6番が言ってる通り、4の方が圧倒的に、なんか発言っていうよりかは、その白打ちの仕方によって、4の心がちょっと比較的マイナスになってるのは、もう誰が見ても明らかだと思ってるんですよね。ってなった時に、1番が相方でも4釣りに持っていくことはぶっちゃけできると思ってるんです。なんだったら僕は4番1番追ってます。それは7番の、7番が、なんつうの、2番への詰め方っていうのは分からんでもないし、別に9、7視点で9の1周目を許容できてるあの発言って結構村っぽく感じてる。ただ、この週で9番釣ろうとした7番はちょっとだけ今マイナスかなっていうのはできたけど、だから1番7番で上げたいなと思ってるんですけど、3番さんどう思います？僕なんだったら3番さん結構真だと思ってるんですけどね。はい。だから僕結構1番行きたいなって思ってるタイプなんですけど。って思ってます。投票を始めてください。違う、私じゃありません。何かの間違いです。三四臭いね。3番のプレイヤーが選ばれました。3番のプレイヤーは発言してください。まずそもそも俺が2番が占い師じゃなかったら怪しいっていう発言がなんで偽になるのかが意味不明なんだけど、ここまで聞いた段階だとサイクル1番かなって思ってるのね。で、ただね、3、4ないだろって俺は思うんだけど、で3番の狂人もないですよね。3番狂人だって俺って今日もう9番を釣って、9番サイコロだから9番に行きたいっていう意思表示を明確に示しており、6番は7番9番にぶらしてる人物で、6番って3番4番人外だと思うっていう発言も俺失言だと思ってんだけど、ぶらしてはそうでもないのかなっていうのが疑問なんだけど、うん、だから俺の偽要素が分かんないんだよね。発言精査普通にしたら6番のが偽で3番真になると思ってんだけど、でも今日グレー詰めをミスって、で3日目に
定を3、4ロールを追われてで釣られるぐらいだったら今日釣られた方がマシだと思ってて、俺は本当は6番釣ってほしいんだけど、明日6番まで引き切ったら確実に実施点って4番の狼、6番の狂人まで落ちる、ここで7、9、1を精査してほしいんだけど、ただ3、4ロールを追われて3日目に死ぬぐらいだったら今日死んだ方がマシだと思って走らせてます。6番引き切ってほしいっていう俺の意思の表れだと思ってください。で明日グレーを詰めるんだったら間違えないでくださいって思ってます。だから一番が言ってる俺の偽要素が偽要素足りえてないっていうところと、ただまあ7番9番に関してもなんで3、4ロールを終えるんだろうっていう視点は疑問ではあるんだよね。これ結構なんかみんな3、4ロールあるんじゃないかって言ってたけど、3、4ロールだった場合って4番を角黒にした状況下って5番が3チャー3、6で確実に詰めれば1陣外落ちますから最終日行けますねっつって3、6ローラーになった時点で終わりなんだよね。だから3、4ローローだった場合っていうのはもう4角黒にした時点で終わってるんだよね。終わる可能性がある進行を取ってるんだよね。6の線拾ってほしいけど、あ、6の2線拾ってほしいけど、ね、夜が来ました。目を閉じてください。あと2縄か、7つって終わらなかったら厳しいね。2番が5つ誘導してくるから7-1ランでしようか。9番初日7つ領書しろよ。朝が来ました。昨夜死んだのは5番。6番のプレイヤーは発言してください。してください。はい、8番さんに言うと俺今日9番釣りたくて、とりあえず、まず9番を釣って、そして17、今回はこの精査でいいと思う。9番で終わらなかった場合ね。1番の1音のつながりが薄いって言ったのが薄いって言われたんだけど、まず1番は自分の進行論っていうか思考通り、日占いを透かすのが無駄にないと、7-8を通用したよね。だからここに騎士がいたよ。でその場合って1番ってもう立つてないのね。まあ、結構通用されるよ、グレーズメ盤面の時に。だから1番は結構印象が良かったのよ。で7番も6番の意見が分かるって言ったのは本当に僕はそのつもりで言ったから、進行論の違いで通用することはあってもそこが両村の可能性は全然あるから、でもそんなこと言ってると色落ちはないからガンガン思考は開示してその自分の信じた進行論でやっていけばいいっていう、そういうことね。3番が、7番の6番指摘に関しては、俺は弁明しないよ。位置的にちょっと発言伸びない部分もあったけど、3番白引いたらもう4番確定に成立な3番ずるいですねって、そこまで言えばよかったっていうのはもちろんあるからね。でも9番ついたよ、俺は。8番と一緒。1なりにあんまり狼走ってるのにあんまり見えてないから。で1番 の2周目聞いて1音が出さそうってなんか分かんないかな。だってもうほら言ったでしょ、これが鈍進行の強さよって、もうそんな雰囲気もうめちゃめちゃ出てなかった1番から。夜会話で1音のラインがないように見せるってのも分かるけど、今日9番でいいと思う。7番のプレイヤーは発言してください。まあ俺は9番の方が濃いかなと思ってる。昨日の発言聞いた段階で1位が狼の時に、36心境で4が狼見えてる1番がもう7番にしか行かないっつって7番を釣った後の話を考えてないんですよね。まあこれ6を釣る進行がもうここでなくなったわけだけど、1番が狼の時に7番を釣って終わんないんだよね。絶対終わんないんですよ。で1番はそれを知ってるわけ。
で、その中で1番が7番にだけ釣りませんって発言を落として、まあ、6が強靭だった場合は勝っちゃうんだけど、これ、まあ、俺の考察があれで、1狼で6強靭だって絶対思ってる時に7番さえ釣っちゃえばもう勝ちなんだけど、6が真の時って明日来るんですよ。1番狼で7番の村釣った時に。ただその以降の話が1番は一切ないから、1番の狼があんまないかなって昨日の発言を聞いて思った、俺は。だから9番なんじゃないとは思っちゃいます。まあ、9番の思考の中で4番が7番にしか触れてないから4番狼の時7番があるんじゃないかとか、2番が白だった時に7番の狼が一番濃いですよねって発言を落としてるけど、なんかその理論がもうそもそもこっちからしたら意味不明だから、4番が俺の相方だった時って1番と9番が7番疑ってる段階で4番が5番に白打ってる暇なんてないからね、普通に考えて。4番の狼だったら3、6神経でしょ。3番と6番の強靭が出ることにかけないと、4番と7番の人狼の時って7白じゃないと成立しないと思いませんか。1番と9番は7番を疑ってる。で、2番については、9番が7番を殴って内野不当だけど、この中で一番狼っぽくないよねって主張したのが9番なわけね、2番が。で、3番についても7番の言ってることは変だけど、まあまあまあみたいな感じだったから、4番と7番の狼の時って囲わないと死ぬからね。ってだけ言っとく。はい。8番のプレイヤーは発言してください。めちゃめちゃそうなんですけど、まあでも考察がね、7番さんってちょっと狼っぽいっちゃ狼っぽいんだけど、俺1番さんは疑ってないですよ。2番さん申し訳ないけどね、7級でいいんじゃないのかな。7番さんも1疑ってないんでしょ。7級なんでいいんじゃないの。うん、1そんな釣りたいですか。3番さんとか真だったら、いや1番狼の時って僕がゴリゴリ9番釣りをして1番狼だった場合、7番にヘイト持ってくよりか9番にヘイト持ってった方がマジで勝ちやすいと思うけどね。うん、まあそれはさっき7番さんの論と多分結構似たような論になるんだろうけど、見えないですけどね、俺は。7か9かな。単体で言ったら9番ですね。7番さんの論は分かるんで。でも、ただ狼っぽいですね、考察がね。うん。9番さんに関しては、その、西郎見えた時にヒット1が、まあ僕から狩りが出て7番っていうことなんでしょうけど、あんまり理由がないんで分かんないですね。7球でいいんじゃないですか。2番さんがそのどうしても1釣りたいっていうならめちゃめちゃ理由を上げてください。僕は追ってないっす。9番のプレイヤーは発言してください。いや、8番さん、7番さんの発言聞いてて全く7番さんに黒要素見つかりませんでしたが、黒く感じると違って要素、7番さんって狼要素自分で発信してるんですよ。7番さん囲わなきゃ死にますよね。だから4番さんは7番さんを囲う布石のために1周目に怪しんでるんですよ。はい。だいたい、まあ、2しようもしくは3しようになると踏んでの4番さんの7番さんに対するツッコミね。これが7番さんの黒要素。はい。ちゃんと言えてますんで。で、3、4あるかなと思ったのは、実は2番さんが超人目も若干あったんですよね。だって、その、なんて言うんですか、この発言が俯瞰視点があったためっていうのが、最たる理由なんですけど、ああ、小丸さんに白出た。でもまだちょっと待てよっていうのがあって、3番さん行きました。はい。いや、3番さんが新霊能だったら柱はダメですね。これ、6強陣残ってたら負ける確率が増えるんですよ。で、1番さんを外してるのは、やっぱり、4番さん釣りをしてることですよ。これってね、めちゃくちゃ非効率なんですよ。普通に例のルラっといたら、その間にうまく立ち回れるっていうのが絶対銀河思考にあるんですよ。だから1番さんっていうのは限りなく白。はい。まあ7番さん釣って終わらなかったら1番さんになるわけですが、その場合6番さん強靭まで読み切らないと絶対に1番さんは勝てない。3番さんが新霊能で柱するかっていう。松江さんありがとう。やめてほしいですよね、柱。柱って無駄なんですよ。だから昨日は私と7番さんのランが
正当なあの筋だったと思ってます。今日は7番さんに言ってください。7番さんは自分で自分の狼要素を口にしてます。1番のプレイヤーは発言してください。昨日は3番が黒結果出した時点で3、4ローローもあるから俺は3番行ってる。本来グレー行くならもう7番さんしか行く気なかった。まずムラリがない、あの占いしないっていう行動がムラリがないから、やっぱあれは狂人がワンチャン白出してくれるからね、7に。それ狙ってる俺7人狼あると思う。9番さんはそこをもう1周目から叩いてるから、情報も落として、俺心象が良かったよね、9番は。なんでも9番弾いてて、2番さん怪しんでたけど、まあ5番が占いで2白でしょ。たらもう7でしかない。で、7番さんのまだ黒い要素は2周目に6から行こうとしたとこ。あの盤面普通5の芯折ったら6から行かないし、3番さんの初日2番、占いないのまず3番も透かして、2番に占いじゃなかったら怪しい。釣り位置は9-1。あれめっちゃ俺は合わなかった。9怪しいんだしてもう。なんでもう3番偽でしかないから、その7番が3からじゃなくて、6から行こうとしてる時点で6釣って5を噛んで、もう濁してる感じ。あれ6の心霊釣って心占い師神ってめちゃくちゃきついから、それをやろうとしてる時点でやっぱ7黒いから、俺は7で終わると思う。もう9番のローはちょっと追えない。1周目から心象が良かった。2番のプレイヤーは発言してください。はい。7番って6番の審議に対して釣りをしてたっけって思ってるんですけど。これって6番、5番の新占いの見る結果が6番に白結果だから6番釣れない議論って意味が分かんないと思ってるんです。3番釣ってるんだったら僕は今日6番引くべきだと思ってるんですけど。6番釣って最後7番、9番、1番。これ6番が芯だったらもちろん釣れると思ってるんですけど、僕申し訳ないですけど3番が芯だと思ってます。だから6番めっちゃ釣りたいですけど。ダメ？で、7番、9番、僕は結構、初日の段階下で9番の狼がなさそうだなっていうところから引っ張ってきて、昨日9番の狼はないんじゃないかって言いました。ただ5番がの投票が9番に行ってることから、9番、僕の9番白いんじゃないかローは一回フラットにします。なんで、僕は6番釣りたいんですけどね。で、明日決着つきましょうっていうのが、僕の意見なんですけど。いやいや。どうすか八番さん。八番さんが1の黒を追えないんですから、それはそれで、もちろん、八番の意思を汲み取ります。でも僕は、全然、1の黒なんて全然あると思ってるタイプなんで。はい。僕は今日6番引きたいですけどね。で、明日7番と9番と1番で、1人外しかいないんですよ。そこを、じゃあ例えば7番と9番と1番でどっか村拾えれば、結構強いと思ってるから、今日6番釣りたいです。2番が初日から何休んでた、占いっすよ。強人だったとしても、真だったとしても。投票を始めてください。あれや、オラじゃないべ。7番のプレイヤーが選ばれました、ね、ゲーム終了、村人の勝ちです。よかったよかった、やっぱ潜伏強い。ああよかった。2番さん6番死んだよ。いや、多分2番さんは結構普通に安定進行だったら6番死んだけどね。多分2番さん不老信者だから多分3と7の不老信仰が白く見えるんだろうけど、正直、俺はムラリないと思うよ。だって狂人人狼が心占い師に白さしたら盤面強いから。占いないのしかしこうってムラリがないから。もう2番さんはそういう意味で釣ったんじゃないと思うけど。8番さん、7番さんに入れてくれた決め手は何ですか？いやー、っていうか、
俺一番さんのこと白く見てて、まあ一番さんがそこまで9番の白要素してんなら、じゃあ1の、てかね、7番さんめちゃめちゃね、考察自体は違和感ないんだけど、狼っぽいんですよね、マジで、考察がね。なんとなくでしょ。いや、なんとなく。なんとなくだと思うよ。いや、理論では負けてなかったと思うけど、まあでも結構厳しかったね、6が死んだから。っていうか、結構7番さん生き残れる位置だなって思ってたんだけどね。ロックがないですね、まず。無理なんだよね。俺、いやもう分かってたんだけど、役職出そうとしたら黒く見てくんの。でもまあ。いや、普通だからな。正々堂々とやってたよ。だから本当の思考だから、まあこれ釣られるんだったらしょうがないなと思って、でもまあ絶対黒塗りされるなと思ったけど。これでも多分、旧知が偏ってるだけで、普通に精査したら6に偽じゃないかなと思うけど。そうっすよね。そうか。いや、でも普通に精査したら6釣りはないんすよね。5番さん進化が確定してて、6番さん白なわけだから、あって強靭なわけだから791の欄で正しいんだよ。ルートは正しいんだけど、でも7いくかっていう。初日の話でしょ。9番さん投票入れて噛まれてんのに9落とさずに7番落とすんだって思って。いやけどさ、2日目の6番さんは死んでしかなくない。6番強靭の時は明らかにとりあえず3番が黒出してるんで進路論もあるからとりあえず3釣ろうって言って裏釣ろうとするんじゃない。6強靭だった。あそこグレーから行こうとしてなかった？6番3もグレーから行こうとしてたし、6もグレーから行こうとしてた。それはどっちにもあるよ。俺は9一本で6は79だよ。だから死んでしかなかったけどね。考え方の違いで負けちゃうんだよねこれ。ただ俺ずっと墓場から見てるけど、狼行動してるの多分一番さんっぽいなって思っちゃったんだよね。いや俺の言ってる理論っておかしいじゃん。占いないのしかして、うん、おかしくはないけど、無理じゃないけどゴールだって思っちゃったかな。偏ってはいるよね。まあね、あそこで9番さんもう釣らない、次の日が絶対7番行きますってなってしまうと、なんかそっちの方が次の日来るの分かっちゃってる、俺の理論じゃないかなって思って。俺の理論って。マジか、俺はそれ白評価として取るけどな。まずね、俺の理論って、これ例えばさ。ここ白評価で取ったんだって思っちゃったな。ね、俺の理論って、まず俺は人外が新占い師に白を、売ってもらうために村がそこを強くするべきだと思ってるから、まず7と8が占いないって言ったら、まずそれが薄くなるのが1点ね。で、もう1点、7と8を叩くことによって、7と8って釣り位置にできるじゃん。で、狼が7と8を釣り位置にできたら、当然白を打つ必要がないから、7と8に白を打たないってなると、狼って新占い師に白を刺す確率まで上がるから、だからそこを9番って7釣りをしてるのが心象いいし、3番逆に7と8釣りをさずに9一釣りをしてるから、理論的に村の行動してんの9なんだよ。でもそれ言ったら2が占いでなかったら怪しいし、9一も怪しいって3本指定してる俺も白くならない。いや、ならないならない。村リーダーいや、だってその場合違くて、一番さんの理論は、あ、ちょっといいですか、一番さんの理論は分かったけど、だとしたら別に9番さん目線って7番さん、7、8の占いがないことを透けてる人物だから、7、8めちゃくちゃ殴ってる、マウント取れる9番狼っていう線もありますよ。いや、俺はちょっと狼だったらうまいと思うけどね。だからその確実に村だっていうのが多分 100% じゃないかな。だからその一番その世界線で見てる白は別にいいんだけど、別に狼でもやるかなって思っちゃったから、その一番その考察線を聞いてるのね。狼でもやるけど、それはもう7が落ち度作りすぎてるから、もうその時7釣ったら俺はもう9と勝負するしかないよね。俺は村でも出た方が強いと思うし、霊能と、いやけど盤面今回5番白もらってるじゃん。5強もあるよね。あるけど、そうそう、5強もあるんだよ、まあ、とかで。だからその理論全く追ってねえからさ。4強もあるんだよね。そう、俺、だから4号さ、新強だと思って、4番が強靭に見えたから、俺、霊能の6番さん投票しちゃったんだけど、普通に。4強もあるんですよ、一番さ。まあまあ、そこはいいじゃない。4つってパンダになるか、白白なるか見れるから。4つって隠し色になったらどうするんですか？ 5 番つる感じですか？
釣らない？いや、釣らないよ、ここは。ルートは完璧だったと思うよ。3番さんが黒結果出してくれればいいかなって思ってたから、ちゃんと黒結果出してくれて、柱はマジでいらなかったかなって思うんだよ。最悪の終わらなかった場合、6番狂人もあるって思って、6番さんまで釣る縄が欲しかったかなって思ったから。うん、いや、4釣って白結果になったときは、もう3ローで俺見てたから、3の相方が、まあ、7で見てたね。いや、でも6釣りは絶対入んないですよ、もうあれは。いやでも俺死んでも多分走らせるよ。3、4ロール追われてんだったら。でも6釣れ絶対入んないですよ。うん、3、4ロール追われてる状況下で。確かにそれは分かる。うん、3番死んでも走るしないと。3、4ロール追われてる状況下で村が1本間違った時点で負け確になっちゃうから俺死んだったら。うん、まあそこはそうだね。いや、全然走らせるリアルな死んでのだったら。しないと勝てないよね。うん、しないと勝てないと思う。しないと勝てない。だってどうしても村目線でサンバーさんがまあ真なんだけど狼って見られた場合って結構きつくない？村釣った瞬間に多分狂人生き残ったら PP だし、狼生き残ってても PP で、狼に釣り押されるから自分の真の連能が。うん、まあよかった。5番の占いだったから盤面強かったけど、霊能に刺さってるのが8番も出てよかったよ ね、これ8占ってたら。あれさ、別にあの5番さんで破綻してもいいなと思ってたんですよね。あの4番出た場合って、ん？4番さん視点どこ占い見えたんですか？3番さんとか。別に違う違う。別に5番が占い出てもいいなって俺は思った。だから5番さんにしろって。で、5番さんじゃなかった場合、確実に対抗の占い師さんって5番さん占ってくるから、その場合って7番さんが絶対に占われない位置に来るかなと思ったから5白打った。ああ、なるほど。ただ、霊能が西をなることは想定外だった。あれ空気読んでくんねえのと思って。じゃあ霊能がした、あの、巨人がしたように俺釣って黒結果見させた方がいいのかなと思って。そこは臨機応変に対応しました。俺霊能、俺、巨人の時霊能全然出ないから、たまには出ないとメタになっちゃうから出ようと思って。これ聞きたかったんですけど、9番さんって7番、8番釣りをしてました？ 7 番だけ釣りをしてなかったですか？困ったら7番。どっちかというと7番さんに分かんなかったら8番。なんかさらに困ったら8っていう、なんか言ってた。だから7、白とか7、役だった場合に困るなと思って。そういうことね。さらに困るってどういうことかなと思って俺。まあ1と9って思考が同じってことや、結論。うん、そうだとは思うよ。まあそれは分かってたけど。じゃあ9番さんも狼だったとき一番それ動かしやすくなりましたね。よかったね。やっぱり1番さんが狼で4番さん相方で釣り押すっていうのはなかなか終えないっすよね。そう、俺全然やる。まあやるしかないけどね。すり寄るためには。すり寄るためにはやるしかない。霊能に刺さってる時点で。殴って9票が1周目した時点で、1番でも4番偽で見ないとおかしいからね。そうそうそう。理論的には。ほぼ初日5グッジョブだから、占われないようにするには一応ないぎりありなんだよね。そうそう。あれね、役に刺さってなきゃ死ねえとかもしかないけど。役に刺さってるのは、まあ、切るのありだよね。あれ、初日グレー、最終日の7番さんは、やっぱ5番さんの投票結果を縦にした方が良かったかなって思ったかな。そうすれば、岸さんは多分9に行ってくれたかなって思う。で、9で終わんなかったとき、自分目線1番さんになるんだけどって話をしとけば良かったのかなって。っていうか、あれ、どうなの初日4の偽が見えてたならグレー詰めいけないですか？いや、4進もある可能性もあったし、占い進路の可能性もあったし、俺が狂人の可能性もあったし、俺が進路パターンもあったから。いや、4番もう偽で決め打って次の日釣る手でグレーズリ行って4番の次の日。いや、それは人間思考かな。結構賭けの思考になってもギャンブル思考になってますね。俺が真のパターンになってあるから。もうその8番さんが出てあれすればできたけど、その時2位行ってたけどね。4進
の気合になってんのあれ。あれなってないと思うんで。いや、進化しないでしょ。だって5番まで釣らないんだから。4釣りのケアには、4進ケアにはならないよ。で、あれなんか普通に、俺は別にわかんないけど、ミーに合わせて4釣ったけど、多分あれ4進だった時って、5強6ローとかだったら、まあ3が言ってたけど、4黒出すから。そう、4進だったら絶対パンダだから。そしたらもう、11は6シンダー、5シンダーっつって、PP だから。そう、だからグレーで狼積んなかった時って、俺確実に残ったところに黒打つから、新霊能も多分悩んでしまうし、強人は多分分かってるから、そこに票が集まってしまうから、PP になっちゃうから、ギャンブル思考だよ。ギャンブル思考か、どっちかっていうと、狼が釣れなかった場合、村がやばいよっていう状況を作ってしまう投票になるかな、俺釣らない場合って。ああ、なるほどね。でも4に入れた人ってもうでも8の思考で合ってんじゃないのかなって俺思うんだけど。違うのかな ?4 の新規足4釣ったって人いるんかな？いないでしょ。まあまあそれもあるよね。うん、あるの？だって4種類か。で、俺は6の芯はかなり変えてたから4番釣って6が何色出すか見たかったんだよ。でも4強でさ。白打った場合っていうのは霊能の対抗が黒になるから。例えばなんだけど、4強で5進、6進、3オオカメの時って3が4黒だし6が4白だしどうするんですか？いや6の色結果信じるから3ローで追って3の相方7だって9が7釣りをして俺も7、8釣りをして3番が1、9釣りをしてるから3、7で終えるから4の色結果見たかった。初日3釣りじゃダメだ。でもね、俺の色結果白、もし白だった場合は多分1番さんが先に釣られるから、うん、絶対多分3釣っても俺5連がされるんだろうなと思ったから、その時6まで引き切られると思ったから、とりあえず4の色結果見たかった俺は。てかそもそも7のフルオープン発言って黒要素じゃないと思ってんだけど。フル要素じゃないけど、オオカミありえるんじゃないかっていう思考を落とすことが、なんか議論発生にやっぱつながるみたいな、そういう感じ。そうそう、俺はそこを一番の白要素として取ってますね。え、じゃあ9も白くならん？いや、ならないですね。同じだと思うんだけどってことは。あんま変わんないと思う。そう。いや、俺は理論立てて叩いてるよね。で、9番さんは、まあ、すかしたからだけやろ。俺はすかしたらデメリットがあるっていうことを理論立てて釣りをしてるからってことやろ、六番さん。うん、そう、それもあったのと、俺は9番は7番だけなんか釣ろうとしてたのに、ごめん、これは俺の勘違いだったんやけど。ああ、2人じゃなくてってことか。まあ、人狼でも同じことするけどね。一番さんは7、8のどちらか、私は7時点で8。まあ、なんかね、まあ、9番さんはさっきの前の村の思念があったやろ、多分。そんなことないと思う。まあ、ないっていうはないこともないんですけど、7番さんと思考が合わなかったんで、あの進行論です。そうそう、これね、合う合わないってあんだよね。俺、4番さんとさっきの2番さんと合わねえから、考えそう。それはね、お互い承知してる。そうそう、だからね、あの普段よりも多分、精査が鈍る。で、7番さんは、ね、合わないんだろうね。これは7番さん派ですね。そうそう。大体だね、オープンなんですよ。まあ、これは別にいいんだけど。あれ、48に聞きたいのが、36どっち死んだと思ってた？おい、俺3番ですね。多分俺、2日目さ、3、4ロー追ったけど、多分1日目の3番の行動って強靭だと思ってて、三四郎、なんか 6, あ6番さんってどっち死んって言ったんだっけ？ 5、5、5。あ、5か。じゃあ、4に成熟だから、まあ、多分これ、強靭4黒出すんだろうなと思って。ああ。てか、まあ、3番の初日の 2のあれが結構評価できたかなと思ってます。
まあ、あとちょっと花さんはレター入ってたかな。なんで3番さんが強靭かっていうと、もし平和村になった場合って、3番さんが強靭で釣られる羽目になるから、だから霊能として出てきた強靭っていうのが透けたかな。